強風吹き荒れる横浜スタジアム、ファンを沸かせたのは選手ではなくこの人でした。ことの発端は強風で舞い込んできたビニール袋。選手が取れずに手こずる中、塁審の原がキャッチ。思わぬ歓声ににやけ顔で応えます。原塁審のクールなプレーに負けず劣らずのクールなピッチングでファンを沸かせたのが広島のエース大瀬良。持ち味の制球力が冴え渡り、 DeNA 打線を寄せ付けず、今シーズン2度目の完封勝利です。